今月13日、天草市にある等々力の滝周辺で川遊びをした高校生7人が下痢や嘔吐の症状を訴え病院で診察を受けました。天草保健所によりますと、他にも同じような症状を訴えている人がいて、これまでに高校生7人を含む69人が病院を受診したということです。現場となったのは山間部を流れる川の滝部分周辺です。体調不良の原因として考えられることは何か。国際認定山岳医で日本山岳会熊本支部の土井治支部長に聞きました。動物の糞とか動物の死骸とかそういったものが上から流れてきていて、菌の繁殖たるやかなりの量になっているんですね。ですからこれが気温が高いとさらに増えるので、おそらくそういったもので結構汚染されているんだろうと。土井支部長は汚染された水を口にしたことが原因ではないかと指摘します。では川や滝などに行く際に私たちが注意することとは。気温が高くて水温が高ければ菌の繁殖はどうしても増えてしまうので、で気温が高くて水温が高いようなところには、なるべく入らない、浸からないということが大事なんじゃないかなと思いますよね。天草保健所は滝周辺の水質検査をして原因を調べています。